まああれだな、今年も足りなかったね。まあ、まずは4年生は本当に1年間ご苦労様でした。まあいろんな不甲斐ないことが起こして、で合宿でね、まあ、喧嘩もしたと思うよ。なんだ この甲子園ボール集合からさ、最後までさ、こんな完璧な甲子園ボールなかったね、今までの遠征の中でね。だからそういう意味で4年生が今年作った文化っていうのは、これ大きな財産だと思います。3年生以下はさ、4年生がやってきた後ろ姿見ただろう。いいところもあるし、悪いところもいっぱい見てきたと。今年の4年を否定するんじゃなくて、今年の4年のいいところをさ、3年生以下がさ、どう関西のチームに勝てるか、3年生以下は先輩が作ってくれた宝として引き継いでいこう。早稲田の文化、本当に作ろう。まあ負けてこっちも終わったけど、情けない人だったとも思わないけど、だから本当に、まあ、ついてきてくれて、まあ、話してただけどね、マジありがとう。本当に俺が本当に引っ張っていけなくて、俺がこのチーム勝てなかったのは本当に申し訳ない。本当に最初から最後までやりきろう、投手、このスローガンをあと1年生は3年間、2年生は2年間、3年生は1年間ずっと自分の心に持ち続けろ。投手には絶対勝てない、絶対勝ってくれ。俺は以上。なるほど。おめでとう。イエーイ、最高の試合、ナイス。おめでとう、投手4-3、ワッツリー。ありがとう、ナルト、やったー。